しかし改めて見てみてもこれよく本当に、まあ、バス通ってきましたよね。ここかな、ここ曲がってきたかなすごいな、うん、ここはハルクスさん、何系の工場なんでしょうね、聞いたことないな。でもこの辺りは水干しですよということなんですけどね。今10時30分で、これも出てますけど、これで見よう。でね、9時52分の後は、こっち側は12時45分までないですからね。うん、で、こっちは、さっき乗ってきとったのが9時12分で、次はさらに11時57分ですからね。これだとちょっと時間がありますのでね、ちょっと、歩きましょうか。大垣市に行くならちょっとまた別のルートがある、あの大垣駅の方に行くなら、また名阪近鉄バスがね出てるんで、そういう行き方もあるみたいですね。あとそういえばね、この、水穂バス、水穂バスはね実は IC カードが、あの専用の IC カードでないとダメみたいですけど、バス専用の IC カードがあって、それやとなんか、タッチで、なんか対応してるみたいです。あれなのかな、水穂の市民の人とか、その65歳以上の人がその、もらえますよみたいなやつとか、そういうようなあれになってるのかもしれませんけどね。あの IC カードの機械が置いてあって、ね、水穂バスの方のが新しい感じなんやなっていうのがね、ちょっと意外でしたね。で、多分堤防沿いを行くのが一番早いんだろうけど、ちょっと歩きでね、堤防沿いもね、いささかデンジャラスな感じがありますんで、どこかでちょっと側道に入ってね。で、堤防沿いだとね、お店もないですからね。さあ、やってきましたけどね、なんか不思議なパン職人出てますけど、マルセパン、シルマーブレッド、ただこっちがメインのあれですね、堤防沿いの街道とは一つ外れてるんで歩きやすいですね。さてと、まあのどかな街並み、でもあっちから行っといてよかったですねこっちから行こうと思っとったら結局合流できなかったですね危ない危ない。面白いですね、この辺りの感じも。とりあえずこちら側に向いてたらいいみたいで、そう、あとね、あの4箇所攻めますよっていう話をしてましたけど、残りの3箇所は北から東側、こいつだけね、あの一夜城だけね、篠又一夜城だけあの中では南側にあったんですけど、他は駅の北から北東エリアに、固めて、いわゆる岐阜寄りの方ですね、に固めてあるみたいなんで、とりあえず駅まではもう出ちゃった方がいいみたいです。直接他の施設に向かおうとするよりは、そっちの方のが得策みたいです。ので、歩きましょう。ちょっと道中、もしかしたら止めてね、早足で、山田歩きでね、行くかもしれません。ちょっと、そか、山田歩きしたら30分ちょいぐらいで行けやんかな。よいしょ。あっちの道の方が歩きやすそうやけどな。まあ、こっちも歩きやすいですよね。今日は多分、昨日と合わせてだいぶ歩きますからね。川渡るとこまで行くかな。なんかあっちの道行った方のが、後からお店とか出てきそうな感じはありますよね。っていうか、ナビタイム見てしまえば早い気がするんやけど、これをこっちからそのままずっと行くと、多分駅に行くには大回りのはずなんで、駅は多分こっちの方のはずなんですよ、ね。ですから、橋渡っちゃって、
なんかみかんが追ってますけど、これ多分あれかな、鳥が食べたんだろうな。あそこにあるスーパーセンタープラントってのがどうもこの辺りでは大きいショッピングモールになってるのかな。ダイソーなんかも隣接して同じ敷地内に駐車場の中でね、いくつか分かれてあるみたいですね。ちょっとアクティブまで回っとると大変なんで、今日はこのまま。結構この辺りクマンバチがよけ飛んでますね。黒い服なんでね、気をつけないといけない。よいしょ。どうなんだろう、この道ずっと行ったらもう駅前の方に行けるのかな。ちょっと喉乾いてきたけどね。言うて昨日もね、お酒飲んでますからね。お、なんか育ててる。なんだろう、あれはブドウかな。のどかですね。のどかですけど、ちゃんと歩道が完全分離してるんで、これはありがたいですね。まあ、車もやっぱ地元の方ばっかしですけどね。だいぶちょっと先ですけど、案内板が出てますから。あそこまで行けば風が気持ちいいですね。爽やかな風が吹いてますんで、サラサラの風なんで気持ちいいですね。どうしても海沿いだとね、ちょっとリゾッとした風になることが多いですけど、こっちはもう全然海がないエリアですから、するとね、風も心地よいですね。絶好の散歩日和、ね、散歩ロケするのってね、まあまあね、あれですけど、まあ風の音がねちょっと入ってるかもしれませんから、あれなんですけどね。ただ日差しが強すぎたで歩いとってしんどいですし、暑いと暑いでしんどいですし、寒いと寒いでしんどいですし、暑い寒いだと寒いの方がね、歩いて動いてる分ね、多少やっぱエネルギーを消化してるのか、汗をかきやすいんでね、暑い時にさらに動くのがね大変やけどね、ここみたいにね、もうずっと部屋じゃないですか、全然起伏がないでしょ。さっきのね、堤防を登るところ、川があって川越えるところだけぐらいでしょ。それ以外のところは見事なまでに平野ですからね。見渡す限りこっちが関ヶ原の方ですよね。こっちが養老の方で、ですからあっちの方に行くとまだ滋賀の方とかにも行けるわけですよね。まだこの辺りは田植え始まってないんだな。うちの地元の方はもうだいぶ田植え始まっとるところもありますね。もうそんな時期ですよね。あ、ミニストップが出てきたな。あ、そうや、ちょっと ATM にも寄りたいで、ちょうどいいや。お、日差しも出てきましたね。朝日大学、あ、結構奥にでかく建物あるんですね。朝日大学は何学部ぐらいやってるんだろうね。ヒットが走ってくる。まあ結構広いんだな。まあ私のね、通い取った旧居はね、特にトヨタキャンパスだったんで、敷地はすごくね、広い学校だったんですけど、ここも結構奥まであるんですね。イカシカ医療センター。あ、ここもずっとあるんだ。すごいな。あっちは付属校とかかな。で、多分朝日大学生御用達のミニストップなんでしょうね。よし、ちょっとミップ寄ってきましょう。よいしょ。
ミニストップにも寄ってきましたしね、まあ、これでね、ATM も下ろしましたんで、万全でございますよと、いうことでございますけどね。いやー、さすがですね。この、いや、あのね、驚いたというか、あ、すごいなと思ったのが、今ね、家族連れで自転車でこう、ずらーってね、みんなで自転車でバーってね、行動する家族連れさんとかいたんですけど、ちゃんとヘルメット、お子さんに被せてあげてましたね。自分たちもね、被ってましたし、親御さんもね、被っとったし、息子さん、娘さんとね、ちゃんとヘルメットを被せてあげて、してましたんで、ああ、すごいすごいと。そう。日本ね、あんまり、チャリンコ乗るときにね、その、ヘルメットね、被らん、ね、ところが、風習がありますけど、あれ危ないですからね。そうそうそう。ヘルメットはね、ほんと、つけた方がいいですよ。でね、他の家族連れさんとかもね、みんなね、ちゃんと子供にね、チャリンコ用のね、ヘルメット、つけてあげてますんでね、ちゃんと顎紐をして、あげてましたんで、あ、すごいな、へーって、結構ね、その、一人だけね、やってるよっていうのをね、わーっと見かける中で、ああ、今日おるなっていうのはあるんですけど、今ね、見かける人ね、皆さんね、ちゃんとつけてはるんで、あ、これはすごいな、多分、そういった、やつが浸透してるんでしょうね。いや、なんかすごいですね。朝日大学、こっちが正門なのかな。ここは、イカシカか。あ、お世話になりました、本当に。私も、ね、無事、義士が出来上がったんでね、こんな感じで出来上がりますんでね。いやいやいや、ありがたい話でございます。で、こっちが医療センターなんだ。へぇ、いわゆる付属病院みたいな感じかな。でかいですよね。鹿ってついてて、こんだけでかいのもすごいですね。ここは、カフェがあったんだなぁ。もう、なくなっちゃってますね。喫茶店とかはね、もう、ね、だいぶ影響出てますね。まあ、難しいのよね。日本の場合はちょっとオーバーストア気味だったところもありますからね。で、歩いとったら、北方元巣とか出てきました。駅はこっちでいいのかな。もう一つ西の筋に行かんとあかんのかな。まあ、とりあえずまだ線路渡ってないんで大丈夫やと思いますけどね。なんかラーメン屋さんが出てきましたけど、ココイチなんかもありますね。まあ何かしら食べるところがあるな。マックもちょっと昔ながらのデザインのあれが回ってますよね。これね、ここはコラーゲンたっぷり豚骨ラーメン。で、かっぱ寿司もあるんだ。ここなんか居抜きなのかな。ラーメン屋さんにしては作りがなんか洋風なあれになってますよね。ついでにちょっと見に来る。通り沿いはいろいろありますね。札幌ラーメンがあるよ。札幌ラーメン21番。国道21号から来てるのかな。この感じだと次のスポットに歩いて行っても良さそうだな。ちょっと地図見てみましょう。今ちょっと地図を見てみたら、まだ駅はもうちょっと東側にあるみたいですね。この道まあ行ったらいいみたいなんで、このままとりあえず駅まで行ってみましょう。他の名所がね、どこにあるのかよく分かってないからね。どっかで飯食おう。21番ラーメンも気になるのは気になるんですけどね。ちょっとあだったもこっちからですからね。よいしょ。そう、あと言うてね、袋麺企画をやってる兼ね合いで毎日ラーメンを、その撮影してないやつでも要は5食入れ買うじゃないですか。結果的にね、1食は放送で使いますけど、4食ね、これオンエアで使わない、麺がございますからね。言うて
結構ずっとラーメン食べてますからね。で、あんなところには唐揚げ定食500円、中華なの？中華なんでしょうね、大膳。いろいろありますね。小樽食堂もあるし、これは酒場、これ夜かな、うん、エネオス。あ、でもここは日曜日は定休なのか、日曜日休みみたいですね。あ、で平和堂が見えてきたし、カダクコーヒー屋さんもありますね。モーニングはもう終わってるでしょうからね。あ、ホテルね、人気なんだ。で、市役所なんかはこっちの方。あ、見とったらバスも走ってますね。よいしょ。もう駅の案内も出てきましたね。これまた MR2 とか懐かしいの置いてあるな。そう、土屋春夫さんがね、亡くなられたっていうのがね、ニュースで出てましたよね、ちょっと前に。やっぱ MR2 というとね、あの土屋エンジニアリングのね、土屋 MR2 っていうね、なかなかうちだとね、そこまでそのね、年代的にはね、生まれてはいるんですけど、うちが親父がね、家族がそんなに白車の方じゃなくてフォーミュラの方が好きだったんで、あまり白車を見に行ったことがなくてね、GT を見るようになったのですから、後からですからね。よいしょ。で、これが市役所か。そう。コミュニティバスはあの中まで入ってきてくれるのね。便利ですね。で、どっかで一回、渡らんとあかんねんけどね。そう、あの真ん前に。コミュニティバスの真ん前までね、行くみたいですよ。で、岐阜バスなんか、こっちに来ると。岐阜バスは、ここが市役所前になるみたいですね。まあまあ、それでもね、向こうからでしたら渡ってすぐで行けるから近いんですけどね。商工会もこの辺りになるし、あ、これ商工会の建物なんだ。なんか、消防署みたいな作りですけど、ね、前のシャッターとかの感じとか、めちゃくちゃ消防署みたいだけど、これ商工会なんだ。へぇー。あ、でも消防団もあるんだ。やっぱ、詰め所も兼ねてるんですね。で、16銀行がありの、門吉もあるんですね。まあ、やっぱ街道、でかい街道がね、走ってますからね。そう。だから、穂積市じゃね、水穂市自体は何回も通ってるはずなんですよね。私、一宮に住んどって。で、大垣に友達がおってね。その兼ね合いでよく大垣からこっちの方、21号線使ってね、よく行き来をしておったんで、使ってたはずなんですけどね。すっかり通り過ぎるだけのところになってましたからね。言うて飯も結局大垣で食べることが多かったからな。だから意外とわからないですね、この辺り。もうなんかすごいレトロな、いいですよね。今のと違ってなんか味がありますよね、あのくるくる回るやつも。で、あ、これで JR の鉄橋見えてきましたから、駅に行ったら案内マップとかに載ってないかな、駅の案内で出とったところ。データ見てるとなんかどうもそれっぽいところが出てくるんですけどね。ただね、だい西岐阜駅のすぐ近くですよっていうふうに出てくるんですよね。はあ、イゲタ屋さん、なんかすごい立派な別館、本館が別にあるんでしょうけど、えらい立派なね、回ってますね、すごい水車が。
これはモーターで回してるのかな、水の力で回ってるの気になるけどな。あ、でも水が滴ってるから水の力使ってんのかな。へえ。このところにはこの通りちょっと味がありそうですけどね。まあ、せっかくもあったからちょっとこの数値は見てこう。動力でもモーターをつけてるわけじゃないな、これ。え？気になるけど。多分水を当てて回してるんですね。へえ。すごいな。ちょっと柿になってるんで見えないですけど、水をだから川の中を水を通してるような感じじゃなくて、水をそこからブシャブシャっと当てて、その水のホースかなんかでね、水をシャーと当てとって、その水の当たる勢いでこう回してる感じみたいですね。へー、すごい水車だ。うん、面白いですね。ちょっとでも高そうな感じのところですから、ちょっと一人なんか入るにはちょっと気まがいが構えしちゃいますね。で、あ、こっちはこっちで噴水ではないですけど、水のモニュメントがありますね。滴ってます。意外とこういうのあるだけでもちょっと涼しかったりしますからね。柿林振興圏ね、挨拶の町、水穂らしいですよ。で、ワクワク文庫、これは何、学研の教室なのか。はははは。パブとか、ちょっと一歩入ったところありますね。でもここもちゃんと歩道がね、確保してくれてあるんだな。ありがたいですね。これなんだろう、美容室だったのかな。あ、クリーニング屋さん。へぇー。US マリンってなっちゃった。海兵隊だね。へぇー。あ、こんなところ安いやん。あ、土日してかも、どっても400円だ。安い。へぇー。安いですね。へぇー。結構埋まってるわ。うん。もうでもだいぶ、で、ここは農協さんか。岐阜農協になる、もう今岐阜農協なんだな。なんか、後から岐阜はつけた感がすごいですけど。もともとは何農協だったんだろうな。読めそうだな。あー、読めねえなーな、うん、まあ、調べれば多分わかりますけどね。合併して多分できた農協さんなんでしょうね。ここだけ看板綺麗だもんな。お、で、これで駅前に出たわけだ。あー、なるほどな。確かにいろんなお店があるところからはね、ちょっと外れたところに駅があるんですね。じゃあ保津見駅まで戻ってきましたけど、駐輪場もあるんだ。あんちゃー。で、問題はこの後ですね。なんだこれ。